テオボスは、オランダ、ヘルダーラント州ヒルデン出身の自転車競技選手である。日本の競輪には短期登録選手制度で出場。2001年2004年当初ボスは、この種目とスプリント、そしてチームスプリントの3種目において、2008年に開催される北京オリンピックでの金メダルを目標にするはずであった。しかしその後、 オリンピックの自転車競技種目として、北京オリンピックから BMX を新たに追加する、代わりに 1km タイムトライアルを除外することが、国際オリンピック委員会総会で決まったことから、北京オリンピックを目指すためには 1km タイムトライアルではなく、競輪に切り替える必要性に迫られた。また、同年12月に行われた、ワールドカップ第2戦のモスクワ大会において、 200M フライングタイムトライアルの世界記録更新に挑戦。従来記録はカート・ハーネットが記録した9.865秒であったが、ボスはスプリント予選ではこの記録を更新できなかったことから主催者に改めて世界記録更新のために挑戦させてほしいと懇願。すると9.772秒をマーク。11年ぶりに同種目の世界記録が更新された。 2006年度のオランダスポーツマン・オブ・ザ・イヤーも受賞。ワールドカップ第4戦のスプリントで落ち者したことが影響し、本調子を書いたまま世界選手権へと出場することになった。その悪い流れが北京オリンピックにも影響を及ぼした。同年11月2009年シーズンはラボバンクコンチネンタルチームに在籍することが発表された。これにより、事実上、 ロードレースへ転向することになった。ツアーオブターキーにおけるゴール直前における妨害行為のため8月中旬から約1ヶ月間国際自転車競技連合から出場停止の処分を受ける。日本の競輪においても外国人自転車競技選手を招致し実施される国際競輪には積極的に参加していた。 また、国際競輪に代わり2009年以降導入された短期登録選手制度となった以降も2016年以降継続して参戦している。特に2019年は四日市競輪場と別府競輪場のバンクレコードを更新する活躍を見せた。ハリウッドスター顔負けのルックスも手伝い、韓流スターにあやかり、当時テレビ東京系で放送されていたミラクルシーに出演した際、 テオ様というニックネームを授かる。ひいてはそこから、競輪選手に、テオ様という、格好良くてめちゃくちゃ強い選手がいるという話が広まり、女性週刊誌にまで登場したこともあり、日本でも大変ファンが多い選手として有名である。また、自国のオランダ国内でも大人気で、過去にアムステルダム、ロッテルダムの6日間レースに出場した際、観客から、 最も声援と喝采を浴びていたのは、メインのマディソンに出場する選手たちではなく、ゲスト参加に過ぎないボスだった。<声な> http w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  h e e l e r u p d a t e n l n e プ p ン i n g w i t h s 2 0 0 8 1 1 2 4セオビオスバルガンドジャーベラボーバンクコンチネンタル94964日市競輪場バンクレコード更新。競輪 JP2019 年8月25日閲覧。別府プリ輪上バンクレコード更新。競輪 JP2019 年9月28日閲覧。ありがとうございます。